石狩管内の皆様へ、石狩管内市町村、そして石狩振興局からのお願いです。8月27日から北海道に緊急事態宣言が発令され、厳しい感染状況となっている石狩管内全域は特に強い対策を実施しています。また北海道では新規感染者のうち30代以下の割合が約6割となるなど、20代、30代の感染が急速に拡大しています。そして20代、30代の若い世代でも重症化する方や倦怠感や頭痛などの後遺症に苦しんでいる方がいます。さらに新型コロナウイルスの変異株の一つであり、感染性が高いとされているデルタ株への置き換わりも急速に進んでいます。皆さんご自身の命と健康を守ることはもとより、ご家族、ご友人、職場の同僚など、あなたの大切な人の命と健康を守るために、不要不急の外出や移動を控えましょう。特に週末や20時以降の外出を控えましょう。また移動する場合は密閉、密集、密接を避ける、ゼロ密を目指しましょう。感染防止対策が徹底されていない飲食店や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店などの利用を絶対に控えるとともに、できる限り同居していない方との飲食は控えましょう。マスクの着用、手洗い、手指消毒、人と人との距離の確保をはじめとした基本的な感染対策を徹底しましょう。これ以上の感染拡大を防止するため、そして大切な命と健康を守るため、感染しない、させない、感染防止対策。